今日はですね、このハローズ江崎店さんの中にある気になる場所に行こうかなと思います。多分ね、岡山に市内に住んでる人はほとんど知ってるかなと思うこのクレープの、ね、自販機。結構ねテレビでも放送取り上げられたりしてるんですけども、以前はねもう1年以上前ですね、またこう違う場所にやってきたんですけども、ちょっとアクセスがね大変だったり、田んぼ道みたいなところに、お店が構えてて、でまあどうしてもね近所迷惑じゃないんですけども、なかなか交通が不便だったりとかいろいろと問題が起きるので、このハローズ江崎店さんに移動したということで入っていきます。1,2,3,4,5,6,7,8 見ますけど、ほとんどほぼっていうかもう半分以上ね売り切れです。品薄です。一枚一枚お店で手作りしております。売り切れの際はご迷惑をおかけいたしますって書いてます。でその隣にも、岡山発クレープ自販機、まあ、ドリンクがねありますね、コーヒー牛乳、いちごミルクかな、レモンスカッシュ、ネクターですね。でお茶があります。OHK の金幕さんでも、ね、取り上げられたということです、まあ、その他各種テレビ局放送されたりしています。で本当クレープ出てこないとき電話してくださいって言います。ちょっとゆっくり見ていきましょう。バナナチョコホイップ、まあ、これが1、2、抹茶小豆ホイップ、小豆いちご、小豆いちごソースホイップ、カスタードホイップ、キウイホイップで、赤肉メロンホイップ、みかんパインホイップ、俺いちご、ソースホイップ、ハワイアンキャラメルホイップいう感じです。じゃちょっと入れていきましょう。9番10番売り切れてる、ほとんど売り切れてるので、7531、7531もこの上ですね。で1番にしましょう。あ、こんな感じで入ってます。こんな感じでパッキングしてます。なるほどね。ちょっと開けてみたんですけど、中はこんな感じです。お寿司取ったらこんな感じで、すごい手作り感をね、感じます。すごい生地がねふんわりしてて、あとこのチョコレートソースですかね、うまくこのホイップと絡み合って美味しいです。バナナもかなり鮮度が高いというか新鮮な感じですね。はい、無事に食べ終わりました。食べ終わったらここにゴミ捨てます。燃えるゴミです。ちょっと出ましょう。営業時間は朝の10時から、夜の22時までですね。いや非常に美味しかったですね。お店のクレープそのもうほんまそのままですね、自販機で購入して、まあ、ただね手が汚れたりするのでティッシュとかウェットティッシュ忘れないようにお願いします。以上ハローズ江崎店さんからでした。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。
フォローよろしくお願いします。